現役の時から、ワンブランドさんとコラボっていうんですかね、あのバーディー1個につき1000円でしたっけ、そうですね、そのぐらいのことをやったりですが、まあ、私は小さい時からあの犬に囲まれて熊本の実家で育っていますので、まあ、犬はずっと飼いたかったんですけれども、まあ、現役中はやっぱりどうしても喋るからね喋るから来たいのかな、そう、現役中から飼いたかったんですけれども、やっぱり遠征だったので引退して、自分で初めて犬を飼うことになって、今2匹今日も連れてきているんですけどいます。で、今日はまあいろいろ勉強もしたいなと思って来ました。あの熱中症のことですとか、あのある程度は分かってるんですけれども、詳しいことまでは分からないので、そういう部分も話を聞きながら、私もこういう商品とかをアピールしていければいいなと思って、今日は参加させていただきます。よろしくお願いします。行ってください。はい、ではお待たせしました。はい、ロッキーくんとナナちゃんです。はい、今回がなんとマスコミの皆さんへの初お披露目ということで、ナナちゃん、ロッキーくん、ちょっと緊張している？いや、そうでもないです。大丈夫？何回か雑誌出てるんですよ。なるほど、もうカメラすっかり慣れているということで、はい、はい、どうでしょう、ワンちゃん、はい、ロッキーくんとナナちゃん、今何歳ですか？今4歳です。4歳、はい、はい、ロッキーくんがチワワちゃんの方、はい、ナナ、はい、ちゃんがミニチワシナオちゃんということで、はい、どうでしょう、2人の性格、2頭の性格、どうですか？いや、もう両方ともすごい甘えん坊で、ただ、この子はどっちでも行くんですけど、もうロッキー君は私しかダメっていう感じですかね。なるほど、はい、男の子のロッキー君はちょっと甘いもんさ、はい、そうですね。なるほど、もうじゃあこういったあのたくさんの着替える場所とか、はい、カメラは、まあ、全然大丈夫だと思いますね。普段はよく小賀さんはご自身でワンちゃんの写真は撮られたりしますか？写真も撮りますし、まあ、それこそお散歩も朝と夜行っているので、うん、はい、はい、ゴルフで小賀さん自身熱中症になった経験ってありますか？はい、私はないですね。あの、はい、幸いと言っていいんですかね。幸い、私は一度もないです。ただやっぱりグリーン上っていうのも、あの出てる気温よりはあのすごく暑くなるので、やっぱちょっと頭がぼーっとしたりですとか、あのもう顔の横に太陽があるんじゃないかなって思うぐらいあのほてったことはありますけど、熱中症までは行ったことないです。じゃあ普段からも割とこう気をつけて。そうですね、あの結構サプリを取ったりもしてましたし、ミネラル系ももちろん取ってましたし、あとは水分はよく取るようにして、あと氷のとか持ってプレーはするようにはしてました。はい、ありがとう。